いい笑顔。おはようございます。おはようございます、ただいまの時刻、はい、朝の7時50分。あ、もう今日のお天気は晴れです。晴れです。気温は35度マックス、はい、いくようです。ようです。すごい BGM こんなに爽やかでしたっけ。なんか爽やかだったかも。本当朝のお天気言いそうな感じですけど、7時50分は嘘ですけど。そうですね、はい、あさみさんって朝はお天気とかちゃんとご覧になられますか。うんうん、私すんごい天気見る。あ、そうなんですね。もうウェザーニュース手放せないね。もうあの雨黒黒くなっちゃった雨雲レーダーも見るもん。あ、あ、もうやばいよみたいな、うん、やばい。で雨雲レーダーのその5分10分で、はい、あのちょっと待てば雨止むから待つとかするぐらい、ウェザーニュース見る。え、それはなんか雨の日に傘とかちょっとできる限り持ち歩きたくないなとか、うん、そういう気持ちもありつつ。まあそうだね、基本折りたたみ傘は持ちたくなくて。そうだから賭けに出ちゃうんだけど、はい、だけどどうしても降るって時はこう回避できるように雨雲レーダーで本当にそのなんか新宿区渋谷区とかああいうのでも区でも見て、今雨ずれたから行けるとか。 あれってでもちゃんと本当にずれていくもんなんですか。ちゃんとね流れていく雲が。へえ、じゃあ新宿区で降ってても渋谷区で降ってない時がちゃんとあるんですね。あるね。でも私全然天気見なくて、うん、え、そうなの。見たい気持ちはあるんですけど。見たい気持ちあるんだ。余裕が あるみたいな時はちょっと見て、うん、あ、明日雨だ、うん、じゃあ服ちょっと、うん、なんかサンドルはやめようみたいな感じにはできるんですけど、うんうんうん、本当になんかもう気がついたら降ってるとか、うん、あんまじゃあ気候で気にしないんだ。なんか気にしたいと思いながらなんか癖にできなくて、うん、いつ頃から見てますか、ちゃんと。私はなんか結構前日とか例えば予定立てたりしたら、はい、週末のお天気とかはもう無限に見ちゃったりするし、明日の服とか靴とか あと車で移動しようか、あの、そうですよね、電車で行こうかとかいろいろ考えちゃうかも。あ、じゃあ前日に結構翌日の準備はもうしっかり、あ、考えちゃう。もう移動ルートとか考える。あ、まあ、でもお車とかだとやっぱりどうしてもそこは大事ですしね、うん、そう考えちゃう。そっか、大事だな。プラン人生。プラン人生そう、退屈な人生よ突然のね、うん、雨にもそう対応できるように、うん、自分もちょっとウェザーニュースだけはフォローしてるんですけど、うん、あ、そうなんだ。アプリ便利だよ、はい、アプリ、ウェザーニュースのアプリ。あ、ちゃんとなんか赤とか黄色とか青みたいなレーダー的なのが出るんですかね。出るし、なんかこういうここでピッてやったらもうお天気が出るから。あ、入れます。本当もう今入れます。電波ある？大丈夫？電波。ウェザーニュースウェザーニュースアプリ、ウェザーニュース、あ、これですね。あ、雨雲や台風の動きが分かる天気予報。そうそうそう、だから台風の時とか、はい、安心だよ。一番当たる天気予報、うん、ウェザーニュースはなんて言ってんのっていうキャッチコピーみたいなそんな肩書きあるんだ。必ずこうウェザーニュースを見ればってことですかね。もののけ姫でいう生きろみたいな、そういう肩書きみたいなねなんですかね。ちょっと今ダウンロードさせていただきました。ぜひ、じゃあこれでも今日から私はウェザーニュースガールとして、これから天気の子として、天気の子として、はい、生きていきます。頑張っていきましょう。ありがとうございました、それでは、晴れということで今日も、そろそろ開店しましょう。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか。いらっしゃいませ。ほうじゃあかね役、生徒あさみです。いらっしゃいませ。鶴が海役、鈴代さゆみです。はい、現在絶賛放送中のテレビアニメ女神のカフェテラスのラジオ番組始まりました。なんと、はい、はい、もう長らくやってきたアニメ第2期も、はい、今夜が最終回ということで、
いやー、始まる始まると言ってた頃が懐かしいね。いや本当ですね、あっちゅう間でした。もうなんかいろいろ上映会とかも一応ありましたけれども、本当にワンクールはあっという間ということで、あっという間。私まだ覚えてるもん、最初の頃にあのルリコさんが三連勤だったこと、はい、あ確かに。そうで、そして三連勤大変ですねとか言ったら今私が三連勤目ということで、わー、うん、別に大変じゃなかったです。ただただおしゃべりできて楽しいです。あ、なんかどんどん2期になって、はい、コーナーもなんかね、そうそうそう、難しく、難しくというか、いや難しかったです。いや難しかったです。ちょっとあのもうラジオに来るときに、はい、なんかもうなんだろうな、頼りすぎてたんだなって思った。だからこそなんか出てくる面白とかもありそうですけどね。そうそうそう、もうすごいラフな気持ちでゲームコーナー、ゲームじゃない、ゲーム番組コーナーにね臨んだら、まあちょっとね私の理解力が足らず、はい、だいぶ苦戦しましたけど。いやいやいや、まあちょっと人それぞれですからね、やっぱ。ありがとう。でもそのぐらいなんかアニメの第2期も結構ぶっ飛んできてる、ぶっ飛んでる、はい、もうナウっていう感じですけど。そうだね、もうぶっ飛びが着地できるのかって感じですけど。いや、どうなるのか、はい、本当にどうなるのかって感じです。もうなんか次回予告とかもなんか、うん、どうなっちゃうのみたいな内容だったりとかしてたので、うん、はい、ぜひ最後までお見逃しなく見ていただければと思います。はい、お願いします、はい、それでは始めていきましょう。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか。まずはアニメ最新話についてメールを読みながら振り返っていきましょう。はい、では紹介します。お願いします。ペンネーム斬新斉藤さんからです。ありがとうございます。瀬戸さん、鈴代さん、こんばんは。こんばんは。あ、おはようございます。おはようございます。キス裁判により配られた隼人とのキス権利を早速行使し、あっ、熱いキスをしたアカネは大胆すぎました。いや、熱すぎましたね。リホはシチュエーションを大事にしたいタイプで、あの瞬間にキスをしたハヤトは同性ながらもかっこよかったです。果たしてオオカとアミはキス権利を使うタイミングが来るのかと楽しみにしています。確かにこのキス権利ってそもそもそんな肩たたき券みたいな感じでさ、ね、確かに配布されるものじゃないよね。好きな人とだけしなさいよっていう感じですけれども。いやでも好きな人なんディアよ。ディアスね。そう、みんなハヤトのことが好きなんだ。確かにガールからしたらそうですよね。ハヤトガールからハヤトからしたらって考えるとって感じですもん ね。もう23話、はい、まあ、ハヤトくんとキスできる権利を得た、うん、アカネさんとリホさん。アカネさんは結構、はい、結構こう大胆な大人なキスでしたけれども。大人なのかな。なんかもう負けヒロインムーブになっちゃってるよって。ちょっとだけやばい女の子みたいな。いやちょっとそうよ。ダメダメ、そんな先陣を切っちゃう。いやでもまあそのぐらいもうハヤトに夢中なんでしょうね。ね、絶対逃したくないこの男って。確かに、なんかこの2期に入ってからのは、まあ、茜さんだったり、まあ、他のキャラもそうですけど、特にでも茜さんが一番私ギャップあるなと思ってて、うんそうだね、初手出てきた時のテンションと違う、別人だよね。あやとーで怖いでも可愛すぎるけど。いやギャップは多分、まあ、ナンバーワンと言ってもいいんじゃないかなって思うくらいになってるね。でもあれはやっぱ男性陣からしたらリホちゃんのね絵のキスはかっこよく映るんですね。なんかちょっと幸せな気持ちになった瞬間を、はい、付け狙って不意打ちキス、うん、不意打ちキスってどうなんでしょうね。なんかそれがお互いもうなんか出来上がっていて関係が、もう恋人同士みたいな、はいはいはい、もうあとちょいちょいでもうはいくっつきますみたいなぐらいのテンションだったらなんかもうやっちまいみたいな感じですけど、ガヤガヤがね、ガヤがやっちゃやっちゃヒューヒューいいぞいいぞみたいな感じですけど、リホちゃんがこう必死にまあ追いかけてる中での、うん、これはちょっとハヤトなかなか確信犯だなって思っちゃいますけどね。だってあいつ俺のこと好きって分かってなかったらこんなことできないもんね。いや確かに、
わあ悔しい。不意打ちはできないですよね、キスの権利使わなきゃってなったとしても、うん、そうだよね、うん、ある程度もうなんかやったとて別に嫌われはしないっていう、うん、分かってんだ分かってんのか、悪い男め、悪い罪の男だぞ、罪だ、はい、まったく、もうこんなの見たらみんなどうなっちゃうんでしょうか、はい、感じですけれども、ね、次行きますか、はい、シルバーさんありがとうございます。女神のカフェテラス第23話拝見しました、うん、真央ちゃんがファミリアのヒロイン全員のキスを許可するという判決を申し出たことにより、うん、ハヤト君にとっては落ち着かない日々が続きましたね、うん、お母さんの健康状態がいい方向に進んでいるという知らせを聞いてほっとしているリホちゃん、うん、そこにハヤト君が不意打ちのキスをして幸せの相乗効果をもたらしているのが微笑ましかったです。今回もギリギリを攻めるところからほっこりする家族愛まで振り幅が広く、次回で最終回を迎えるのを想像するだけでとても寂しく感じます。そんな中 C パートでどこか様子がおかしいオオカちゃんを見て何かが起こりそうな予感しかしません、次回も楽しみですということで、はい、いやでもまずは良かったですね本当に、健康状態というかやっぱその家族的なところがやっぱ、マミーがね、はい、カフェテラス特に2期は多いような感じもしてたり、そうだね、アミのおばあちゃんの話とかもね、はい、あったりしたから、あったりあかねさんもね、お母さんがちょっと厳しめでとか、うん、やっぱそう家族の話がね多めですよ ね、 多かったよね、もともともやっぱおばあちゃんがいてのこうファミリアだったりもしてたので、うんうん、そこも大きいのかなって思いますが、はい、ちょっとおかちゃん今のところちょっとオオカちゃんが一番こうなんか、ま、真面目というかいやこの最終話まで残って最終話1話直前の C パートでこんな何かあるってさせるなんて、やっぱりオオカちゃんはオオカちゃんが選ぶの分かんない、どうなんだろう、私分かんない、私も分かんない、私分かんない、いやいいですね、まさかでもこんなはちゃめちゃな感じになるとは思ってたけど思ってませんでした、思ってたけどアフレコしてるとか、はい、まあそんなね、うん、23話でしたけれども、はい、そしてそして今夜放送されます第24話最終回のあらすじご紹介します。お願いします。初詣から戻り千代田食堂から届いたおせちを囲む隼人と5人、うん、成人した茜も主演に加わり、うん、元旦はいつも以上に賑やかに過ぎていく、はい、新年を迎えみんなの前で東大を退学して正式にファミリアを継ぐことを宣言する隼人、うん、それを聞いた大川は3月からフランスのファッションブランドで働くために1月いっぱいでファミリアを去っていくことを告げる、うん、突然訪れた大川との別れに隼人と4人はということです。いやちょっとこれも最終回っていう感じのあらすじすぎてなんか、うん、大川さんフランス行ってちゃうの？いやまさか制服っていうかねみんなが着てるやつが、うん、なんかこういうところにもつながってくるのかみたいな、ね、大川さんの作ったやっぱ本気で頑張ってた大川の夢が叶ってほしい気持ちもありつつ、ね、いつもみんなでさ一緒だったのに別れちゃうの？どうなるの？っていうっていう感じですね、はい、24話になっております。東大退学もなかなかですけどね、フランスに持ってかれてたけど東大退学っていうのもすごく大きいワードがうんそうですね飛び出てきた。これを聞いてみんながどんなリアクションするのかとかもちょっと楽しみにしててほしい ね、ちゃんとこう東大にの人だっていうのをなんか思い出さされるシーンですよね。みんな若干忘れてるところもあるので本当に彼が秀才だということをね、そうですよ、よく考えるとすごいんだから、はい、そうなんだから、はい、ということでどんな風になるのか、うん、お楽しみにしていてください。第24話は配信日の今夜24時26分から放送になります。お楽しみに。はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだメール届いてるのでご紹介していきます。はい、クエンさんありがとうございます。ありがとう。クエンさんってクエンさんってこと？確かに、あ、そうかもですね。 1,2,3 みたいなことですよね。え、どういうこと？1,2 っていうラジオネームで、うん、1,2,3A みたいな。あ、そう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 、1,2,3ありがとうございます。3が3とかかってるみたいな。3ってことですよね。そうだよね。確かにたまに読ませていただいてたんですけど、そうなんだ、確かにクエンさんですね。そうだね。うわ、ちょっと
真相はいかにって感じですが、はい、ちょっと今日のところはクエンさんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、鈴代さん、瀬戸さん、こんばんは。こんばんは。おはようございます。第23話見ました。ありがとう、ありがとう。前回の白菊くキス裁判の結果、うん、あ、金とリホともキスをした隼人でしたが、さすがに意識してしまったのか、ずいぶんハレンチな夢を見てましたね、うん。3人とのいつも通りなやり取りもどこかぎこちなく、好きな子が夢に出た翌日の学校で少しぶっきらぼうに接してしまった昔のことを思い出してちょっと恥ずかしくなりました、うん。お二人は身近な人や知り合いが夢に出てきたことはありますか、ということで。めちゃめちゃある。あ、お夢、そう、めちゃめちゃあると言いつつ全部覚えてるかと言われると、ね、断片的だけど、でも結構私知り合いとかが出てくること多いかも。あ、それってなんか例えば寝る日の夜、うん、あ、寝る日に遊んでた方とか会った方とかだったりしますか？それも多い。それこそ久々に遊んだ友達と一日こう遊んで、はい、その日の夜にあの夢見たりする。あ、その人の。そう。へえ。あんなに遊んでたのにまたなんかみんなで遊んでる夢見たりして。すごい、めちゃくちゃ微笑ましい。いいなその夢。うん、あ、じゃあ結構出てくるんですね。うん、夢見ることが多いかも結構。あんまり夢見なかったりする。あんまり私見ないかもで、でも確かになんか。その日にか考えてたこととかが変につながって、うん、なんか場所は突拍子もないところなんだけど、うんうん、人はすごい身近な人たちとか、わかるわかる、なんでこの人たちとここ行ってんのみたいなとかはありますね、うん。しかも大体変なんだよね、夢ってね。なんでこの人とこの人が一緒にいるのとか、なんかあの全然共通点のない人たちが一緒にいたりとか、はい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 、でなんかほんと場面場面がさ本当にパンパンって切り替わったりさ、不思議ですよね、夢って不思議だよね。え、ちなみにその知らない人が出てくることってあります？知らない人あんまない。あ、でも子供の時は、はい、私毎回なんか同じ夢を見ることが多くて。あー、わかる、ありますよね。そう、子供、大人だってあんまないけど子供の時にもういつも怖い夢と言ったらこれみたいな夢があって、あ、なんかその夢界の支配してるゲームマスターみたいな人がいて、夢そう、私の夢を支配してるマスターがいて、はい、で怖い夢見た時は夢の中で目をこうギューってつぶるとパッて開けた時に目が覚められるっていう裏技を私は持ってたから、そう、すごい、どんな怖い夢を見てもうーってやってパッてやったら勝てると思ってグーってやってパッてやったら覚めなかったの。そしたらマスターが、マスターがそれをやっても起きれないみたいな、あ、もうそれ自体が夢なんだ。そう、おー、すごい、もうこれは起きれないんだってなって、はい、金縛りとかよくあってました。結構ガチですね、本当にいそうですね、戦ってた夢の中で。なんか一個アニメとかできそうですけどね、夢のマスターみたいな。ファンタジーだった、すごい。いいですね、面白い。マンションの、マンションを全て使って逃げ回る、なんかうわ、リアル鬼、それこそリアル鬼ごっことかの時代だったのかな。そうかもしれない。ありますもんね、そういうテイストの作品とか。逃げ惑ってたわ。うわー、怖い。夢はほんといろいろ。私も夢見た後絶対に夢占い調べます、ね。あ、わかる。夢占いする。歯が抜け落ちる夢とか。うん。そんなベタな夢あるんですよ。意外とね、吉夢だったり。うん、あ、ね、ね、そうだね、しますけれどもね。はい、といったところで、はい、まあどうなっていくのかよろしくお願いいたします、うん。引き続きアニメの感想や私たちに聞いてみたいことなどお便りもお待ちしております。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか？続いてはこちらのコーナー。さあ戦おうよ、宣戦布告。待って、あさみさんのその感じのやつ初めて聞いたかもしれないです、私の前で。本当本当です、本当、はい、ライバル店ファミリーが現れ、負けていられないファミリア。リスナーの皆さんからもそんな負けないぞという気持ちを宣言してもらうコーナーです。早速紹介していきましょう。やばすぎる。ペネムサイヤムさんからです。はい、文化祭、人見知りだけど楽しむぞ。あー、
確かに。おお、今週末高校の文化祭があります。僕は人見知りなのですが、クラスで喫茶店をやるので、少しでもいろんな人と話せるように負けずに頑張りたいです。うん、あ、なるほど、いい、接客するんだ。確かにもうそんな時期ですね、文化祭とか秋口ですもんね。いや、人見知り、確かに人見知りで喫茶店はちょっとドキドキしそうだね。ちょっとでもやっぱりカフェテラス見てくれてるってことだと思うんで、はい、ぜひあの女神のカフェテラスみたいな接客を、あの5人や、10人をどれかを参考にしていただいて、はい、ぜひ接客業に生かしてもらえたらと思いますよ。この豆はこういう豆でみたいなとか、確かに。でも喫茶店いいですね、どんな感じなんだろうって感じですけど、ね、それこそ文化祭でさ、飲食やるときってさ、はい、いろいろルール厳しくなかった？厳しかったです。やっぱなんか担当の人、うん、お料理調理っていうか食べ物触る人はなんか検便とかしてなんか調べなきゃいけないとかあったよ。あ、本当ですか。私味噌おでん屋さんやったんだけど、なんかめちゃくちゃ手込んでる文化祭で。いいの。確かに謎なんだけど、なんで味噌おでん屋だったか全然わかんないんだけど。確かに。でもワンちゃんその発起人だった気がするの私が。味噌おでんの、いや意味わかんないよね。なんか本当に私学生時代の自分がより意味わかんなくて。ただのおでんじゃなくて味噌おでんなんですね。味噌おでん、だからおでんは本当こんにゃくを煮るだけだから、こんにゃくだけだったから、あ、でももう一個ぐらいあったかな、だから味噌にこだわろうみたいな、ちゃんとお味噌をこう溶いて味を作って、え、すごいみたいなのをやろうみたいな。え、でもめちゃくちゃいいですね、おでんって。なんかそう、なんか甘いのが多いからしょっぱいのあったらいいんじゃないと思って。確かに。やったけどみんな楽しかったかなって今になった気がこのなんか瀬戸さん変なこと言い出したとか思われてないかなって。いやでもあったら嬉しいし、作るのもなんかこだわろうと思えばいくらでもこだわれるけど、工程自体はなんかそこまで難しくないみたいなね。うん、ありがとう。ちょうどいいバランスの。めっちゃよく取ってくれてる。いやでもあったら嬉しいって素直に思いました。学生時代にクラスにいてくれたら一緒に味噌やってたのに私の背中を押してくれた。やりたかった。いやいいですね、ぜひね楽しんで、はい、楽しんでください、ね、ください。じゃあお次、プロテインさんからの宣戦布告。睡魔に勝ちます。おー、これは難しいですよ、はい。ここまで2期11話すべてリアルタイムで視聴できました。おー、ありがとう。今回で2期終了なのは寂しいですが、最終回もリアルタイムで視聴して締めくくりたいと思います、うん、毎日だいたい10時あたりにうたた寝してしまうのですが、うん、木曜だけは絶対に12時後に、うん、目が覚める体内時計ができてました。すごい。ただ何があるかわからないのでアラームをセットして最善を尽くします。最終回楽しみにしてます、ということで。いや嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。確かにお仕事早くに出る方とかは、そうだよね、結構まあね、もしかしたら寝ちゃってるってもおかしくない時間帯だったりもするので、うん、これは嬉しいことですね。嬉しい、リアタイしてくれてるんだ、ありがとう。タグとかもねやっぱ見てますからね、ハッシュタグね、意外と、うんうん、なんで本当にありがとうございます。ありがとうございます。起きれたかどうかぜひメールいただければ、ね、はい、リアタイしたぞって、うん、ぜひ教えてください。はい、ありがとうございました。はい、ということで今回ここまでです。引き続き負けないぞという宣言送ってください。お待ちしております。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか。最後のコーナーはこちら、ファミリア女神塾。第2期ではライバル店ファミリーが登場。ライバルに差をつけるためにさまざまな特訓を行うコーナーです。おーす、はい、今回の特訓は、どんなシチュエーションでも自然にキスで終わろう。いやー、まあ、この23話でもありましたけれども、はい、リホちゃん F 打ちのキスをするために試行錯誤していたハヤト、うん、そこで今回はいついかなる状況からも最後はキスに持っていくことができるのか、うん、ということで特訓していきたいと思います。難しいって。これは鬼特訓ですよ。鬼特訓だよ。もう嫌われ覚悟で行くかもしれないっていうね可能性もありますからね。ね、はい、で今からちょっとシチュエーションが出されるということで、うん、それぞれキスする側される側を演じて最後はキスに持っていくということで、
わ、これされる側は協力体制の方がいいんですか、それとも不意打ちってことはされると思ってなかったプーのとこから、うん、された方がいいのかな。そうですね、 あくまでも、 もうキスとかはない前提で生きてる、生きてるんだね、人ってことでいきますか。でも不意打ちでされてちゃんと嬉しいみたいに落ち着いたんだ、なるかどうかってことですね。これされる側、まあ、する側の負担でかいね。でかいですね。まあ、できるだけ自然な流れでキスに持っていけるようにということで、はい、じゃあちょっとハヤトもね、いましたけれども、どうなるのか、では特訓始めていきましょう。では最初のシチュエーションは地球温暖化について議論をしている時、はあ、難しいお題出てきたね。なんかもうそもそもよくわかんない地球温暖化なるほどなるほどなるほど、はい、これじゃあどっちがキスするかされる側か決めたいなと思うんですけどもそうだね、これはじゃんけんとかにします。じゃんけんにする。 okay、 そうですね、でもこれで、まあ、勝った側がする、勝った側がするでいきますか、うん、なんかこれでここでする側になることが良いのか次のお題がいいのかも、もはや何が勝ちで何が負けか謎いけど、謎いですね。じゃんけんするか、まあ、じゃあいきます。ジャカジャカジャン、ジャカジャカジャカジャン、今ジャカジャカジャンっていきます。ジャカジャカジャン、ジャカジャカジャン、ジャカ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 ジャン、あーいこうでしょ、あーいこうでしょ、あーすずだ、する側です。はい、ちょっとジャカジャカについては後ほど。全然普通のポンキッキーですね。ポンキッキー待って、ジェネギャ、すいません、待って私知らないかもしれない。全然大丈夫だよ。わあ、ピュアーピュアー、じゃあキスしま す, 待ってます。それでは用意アクション。あさみさんは地球温暖化についてどう思ってますか。やっぱり最近よく話題に上がるのはゴミの分別かな。やっぱり地域によってプラスチックゴミと可燃ゴミを分ける地域があるけれど、それにはそれぞれのゴミ処理場によって理由があるみたいだよね。プラスチックを一緒に燃やした方が燃えるゴミを燃やすためのエネルギーになるから一緒に混ぜた方がいいっていう自治体と、プラスチックは資源として回収した方がいいっていう自治体と分かれていて、そういうのも地球温暖化に関係してるのかなって思ってる。あさみさんはそんな日頃頑張ってるのに地球温暖化についてもそんなに考えてるなんて、かわいいね。はあ、これおめえのうるせえ口不在だろかっちゅう。てか待って、思ったよりチューの音がなんか吸ってますよねそれ。しかもなんで最後のケツのなんか終わりのなんかテレリンみたいな、なんかちゃんと一言添えてくれたね。一言ちょっと添えちゃいましたね、うん、ちょっとやっぱ一言添え中だったね。いやでも可愛かったです、あのプラスチックのことプラチックそこかわいい、え、プラスチックって言うんですか。いや、私なんて言ってプラスチックが本物私はなんて言ってた。プラチック、プラチックって言ったら、プラチックって聞こえて、かわいいね、私かわいかったんです、はい、ちょっとかわいい、ちょっとそこ突っ込もうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと私が間違ってたかもで、ね、かわいい路線でやってきますので、かわいかった、はい、プラチックで、はい、かわいかったです本当にマジの自然な流れだったんじゃないでしょうか、うん、そうかなでは次のシチュエーションです、はい、シチュエーションこちら、宇宙の広さについて2人で考察しているとき、なんでさっきからすごいなんか規模がなんかハロープロジェクトみたいな、ね、確かにそうです、ね、モーニング娘。の曲みたいな感じ、ね、まあ、うちらの地元は地球じゃんってね、すごいハロープロ大好き、はい、じゃあ今回はまあ逆ですか、私がするんだね、していただくという感じで。わかりました。宇宙の広さ、私宇宙のこと考えるの大好きです。え、じゃあこれはちょっといい話題かもしれない、はい、じゃ ありがとうございます、はい、挑戦していきましょう。アクション。宇宙好きなんだってねそうなんですよ。鈴代って宇宙好きなんだ。あ、実は宇宙好きで、なんかあのいろいろジュピターみたいな感じですごく好き。木星が好きなんだ。そもそも星が好きで、星集めるの好きなん
ですよね。星買ったりするの？星買ったりします。星を集めてて。星集めてるんだ。もう日常にある星を、うん、見つけたら即買いみたいな感じかな、うん。やっぱり時代は星を買う時代だよね。そうだと思う。宇宙行ってみたいな。何エーカー持ってるの？土地何エーカー？エーカーエーカーエーカーって何？なんか土地のなんか広さ的な星の広さ的な100ぐらいかな。100エーカー100エーカー持ってるから。めっちゃプーじゃん。プーめっちゃプーやん。100エーカーなんだ。プーン。そうだね、うん、でも宇宙ってやっぱりなんか無限大だよね。そうだね。なんかどのぐらいやっぱあさみくんはあると思う、うん、宇宙の広さ。宇宙の広さ、はい。俺の鈴代への愛と同じぐらいかな。それって無限…あっ待って、わぁヤバカップル。ヤバカップル。ヤバカップル。待って、エーカーって言うんですか。すごい、学びだ。あれ違うっけ。なんか、広さになってます。なんかすごい。 月の土地とか買うときってなんかそんな広さで買ってません。でなんか100エーカーがあの熊野プーさんの100エーカーの森、うん、だからたまたまだったんだね。プーやん。そうプーの話かなと思って。あ、そう。そうごめんなさい。すごい、あさみさんの知識量。全然多分間違ってると思う。いろいろ間違ってる。ごめんね。楽しい。本当に人頼りな会話をしちゃってごめんなさい。途中からなんかラジオっていう感覚忘れて、単純になんかあさみさんと楽しくお話してる、ね、宇宙の話しちゃった。ええか。東京ドーム 8.5 個分もう想像ができない、うん、え、広いみたい。え、なんか日本ぐらいってことですか。違うと思うよ。あ、それ違う。日本半分ぐらいか。東京ドームが 8.5 個分って言うてるやん。そうだったよ。一軒ぐらいか。あ、もう大丈夫です、大丈夫。そうですね、すいません、すいません。プーですね、はい。ありがとうございました。素直で可愛いでごわす。すいません、ちょっと学びラジオだなと感じました。ということで、かなりナチュラルなキスだったんじゃないかなと思います。ということで、今回の特訓ここまでです。以上、ファミリア女神塾でした。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか。ここでテレビアニメ女神のカフェテラスからのお知らせです、はい、まずは第2期の放送情報、うん、テレビアニメ女神のカフェテラス第2期は毎週木曜24時26分から MBS TBS 系スーパーアニメイズムターボ枠にて全国28局同時放送中です。 BS 日テレでは毎週金曜日22時30分から ATX では毎週月曜日21時から放送しています、うん、いよいよ今夜が最終回になりますので、はい、お見逃しなく。お願いします。続いて配信情報です。 DMMTV アベマでは毎週木曜日25時26分から最速配信開始。 D アニメストアは毎週日曜日25時26分から、その他各配信サイトでも毎週火曜日25時26分より順次配信開始となっております。またテレビアニメ第1期も各配信サイトにて配信中です。続きましてブルーレイ情報です。テレビアニメ女神のカフェテラス第2期のブルーレイボリューム1が10月23日に、そしてボリューム2が11月27日に発売することが決定いたしました、うん、ボリューム2の初回特典はアニメ&原作書き下ろしイラストを使用したパッケージに加えて、エチチコンロ点火瀬尾浩二先生書き下ろしエチチチチ観音コースター鶴が亜美などなど豪華特典が盛りだくさんです。はい、さらに X キャンペーンで指定ハッシュタグハッシュタグ女神のカフェテラス、ハッシュタグ野生の恵方巻きをつけて購入したブルーレイの写真を投稿するとキャスト直筆サイン入り台本が抽選でもらえるプレゼント用シリアルコードも封入されていますので、うん、ぜひご参加ください、はい、映像特典は鶴が亜美役鈴代さゆみさん、
バレンティーナ東役芹澤優さんによる第18話のオーディオコメンタリーです、はい、視聴動画も近日公開予定ですのでぜひ公式 X から確認してみてください、はい、そして最後はコミックス情報。コミックス最新16巻が発売中です。ぜひコミックスもお楽しみください。以上お知らせでした。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか。ラジオファミリアへようこそ。おかわりはいかがですか。そろそろ閉店の時間です、はい、番組では皆さんからのアニメへの感想や質問や、何でもかんでもポンでもかんでもお待ちしております。あ、各コーナーへのメールもお待ちしております、はい、温泉の番組ページにあるメール募集から送ってください。はい、さらに温泉プレミアム会員の方のみ聞くことができる業務日誌パートも配信しております。ぜひこちらも合わせてお聞きください。そして次回の更新日は9月26日木曜日、ね、ラジオも次回が最終回となります、はい、はい、最終回の担当パーソナリティは小野白菊役脇あずみさん、はい、鶴ヶ網役鈴代さゆみさんです。はい、二連勤、はい、そしてなんとゲスト、ゲストに春日部隼人役の水中正明さんが登場します。わー、わー、主人公がついに隼人が来ます。いや、先日ちょっと別の現場で水中さんにお会いした時に、うん、なんかカフェテラスのラジオキープ入ってたんだけど、うん、ちょっとなんか嬉しそうな感じでお話できてたので、ね、すごい嬉しいなと思います、うん、どう思ってどう思ってんだろうっていうことをねいや、ぜひ聞いといて。せっかくやっぱ最終回でもう全部何でも話せる状態での登場だから、確かに、もうどういう気持ちなんですかって。もういや、そうですよね、はい、なんか一応特番、2期の特番、うんうん、あの前の特番で、あの水中さん来てくださったんですけど、うんうん、その時はやっぱまだ話せないことも多かったので、うん、そうだよね、ちょっとどんな風に隼人を演じられてたのかいろいろ聞いていきたいと思います。はい、お願いします。ということで、本日の放送最後になります。どうでしたか。いや、楽しかったです。もう本当に途中から、うん、本当にあさみさんと普通にこうカフェでお話しさせてもらってるみたいな。本当だね、宇宙の話や温暖化の話をしてえ、でもすごいですね、温暖化のことめちゃくちゃちゃんと本当にゴミの分別とか、なんかたまたま分別のなんか記事を見ただけの話で、いやなんかそれをでも覚えていらっしゃるっていうのがすごい、やべ、なんか考えさせられちゃった。うちの自治体は本当にこれでいいのかなみたいなのをなんか改めて見直してたから。本当でもなんか区とか場所によってもなんか分別の仕方が違いますもんね。そうそうそう、なんか前はベルマークとかもやってたなとか。ベルマーク、私一回現場でベルマーク話題になってさ、はい、ベルマークのホームページに行ったらさ、ベルマークのことを知っていますかみたいな20問ぐらいのクイズがあって、それで現場で大盛り上がりしたんですちょっとそれ気になっちゃう。20問もあるんだって20問ぐらいあった。そうそうそう、でも確かにベルマークって何って言われたらなんか食べられないかもしれないです。結構ね面白かったよ。いや、ちょっと後で見てみます。ぜひ暇な時にでも見てみてください。今日はウェザーニュースのアプリも入れれたし、地球温暖化についても話せたし、ね、宇宙の広さについても話せたしね、何もこうカフェテラスとそんなに関係ないっていういや楽しかったです。いや楽しめました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ではでは本日のご来店もありがとうございました、うん、宝治茜役の瀬戸あさみと鶴ヶ網役鈴代さゆみでした。またのお越しをお待ちしております。